はい、それではですね、今日からですね、この前の最速本の解説も終わりましたので、基礎コース、主に基礎コースとあとプロ野球コースの一部かな、の内容をですね、まあ復習というかおさらいみたいな感じで解説していきたいと思います。半公演みたいになっちゃいますって、どうしたらいいですかみたいなね、まあいうようなこと書いてあるんですけど、まあ僕はもう、明確に言いました。理屈と手順覚えようねって、理屈と手順覚えて、手癖に頼りすぎると、まあ、僕も手癖で結局書いてるところあるんだけどね。ところがあるんですが、手癖に頼るとワンパターンのしか結局書けないよ。だから、ちゃんと土台からしっかりと積み上げて書こうねっていうような解説をしてます。正方形。まあ、最初これでいいかな。正方形作って、丸書けなかったりするからさ。丸かな。でもね、丸じゃなくていいんです、実は。人間の頭って。実はこの角取ったような、こういう四角でいいんです。やっぱりね、なんと言っても一番最初はですね、これが描けるかどうかなんですよ、これ。この、輪郭です。目と、この輪郭。もうこれ描けるって。で、これどうやったら描けるんだろうって、うん。そう。この白目まで意識するってことがすごく大事です。によって、実はね、目と目の間も大事だけど、この、耳までの距離も結構みんなね、曖昧にしてる人多いです。横向きになるとなおはっきりするんだけど、まあ、この後横向きやるから、その時また解説するけど、目と耳って結構離れてますからね。皆さん、目と耳って正面だとこれしかないように見えるけれど、結構離れてますからね。こんなに離れてますからね。わかりますか？目と耳結構離れてる。この距離が、正面から見るとこの距離になるんだよね。生え際がしっかり坊主のラインをちゃんと取ってあげるんです。こんな感じで。慣れない場合特に。そうするとどうしてもやっぱりここが怪しいかなっていうのがちょっと見えてくるよね。ここはハゲかなみたいにちょっとなっちゃうんですよ。必ず髪の毛は、ここからちゃんと下にっていうのかな。外側にちゃんと落ちるように。絶対ここの隙間見えないようにしようねっていうね。まあ見えたらそこはどう処理するかっていうと、見えてもいいんです。見える場合だってありますよね。だって普通に考えて。見えてもいいんです。その時はちゃんとその生え際だよっていうのを説明してあげてください。どういうことかっていうと、ちゃんとザギザギザギとこう、てん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 ってこうなってたりして、例えばこういう髪型だって普通にあるじゃないですか。ね。ここがこう、もう生え際が完全に見えてる。こういうふうにね。こういうのは別にあってもいいわけです。そしたら、こういうちゃんと、こう、ザギ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 ってこうね、生え際ですよっていう解説を入れなきゃいけないんですよっていう。っていうふうに、首の付け根っていうのは、もっと、実は上の方から。だから、多分この人の発想で言うと、ここから首がついてると思う、ちょっと、要するに見えてるところから首がついてる。見えてるところから首がついてると発想してしまっているんですが、実は首の付け根っていうのはもっと上で、もっと裏からついているものとして書く。裏からついてるものとして書くと、もっと一つなぎ、こんな感じで、完全に、例えばここに、こういうふうに、ちょっとわかんないけどね。こんな感じで、本当に、男性キャラで、ちょっとかっこいいキャラとかだと、まあ、マッチョなキャラだと、完全に頭と首と肩を一つのシルエットで描いちゃう。目が、正面の時の目と同じにしちゃうっていうパターンですね。わかりやすく言って、まあ、正面の目が仮に、まあ、こんな目だったとします。ね。仮にこんな目だったとしたら、ここパッツンって切っちゃって。ここパッ、まあ、少し丸、そう、あまりにパッツン切っちゃうとちょっと可愛くないから少し丸くしつつ、ほぼ半分に切るようなイメージですね。しつつ、これね、本物の人間の目って微妙に違うんだよね。だから、ちょっとね、もう、漫画、アニメの記号論みたいな話なので、文化の話ですね、ちょっと。どうしたらそのように見えるかっていう問題に近いので、リアルなものの考え方とちょっと違います。
こういうのもありますよ。なんか漫画とかで見たことないですか？なんか点っつってここなんか隙間があってまた点みたいな。だからこっちに盛り上がってる系もあるんですよ。こういう目もあるでしょ？なんかここに隙間があるみたいな。どういうことなんだみたいな。これ光を表現してるでしょ、きっとね。ちょっと上手くないけど。あるでしょ、なんかこう、ここに点、なんか点みたいな、こう、線じゃん、これ、みたいな。ただの線なのに、この状況によって横目に見える、みたいな、あるでしょ。付け根、ここですね、ほら、ここ。この後ろに付け根がある。もっと上だったんです。もっと上の方がいいんです。で、これもね、首、こういう線もある、ないことはないし、こういう風な持ってき方もあるんですよ。どっちかっていうと、これリアル系なんですよ。こういう線の入れ方、こういう入れ方ってあるんだけど、女の子だと逆の方がやっぱいいかな、ここのカーブは。ちょっとやっぱこの過細いっていうか、華奢なイメージがやっぱ出た方が、こう、幼い、こっちのカーブの方が俺いいと思いますね。あと、この絵のポイントで言うとね、ここがな、顔のラインはこれでいいのでしょうかって言われると、違うかなってちょっと正直思っちゃうんだけど、違うって何かっていうと、ここが長すぎる問題がだんだんこう発生してくる。これ、横、だけどこれ何みたいな。これどう、正面から見たらこれ何なんでしょうかね、この部分みたいな。なんか豚面みたいになっちゃうとこね、ブヒブヒみたいになっちゃうとこすと。ほら、結構なブヒブヒになっちゃわない、こうすると。やばいでしょ。だから、正面、そう、正面から見たときをちょっとイメージしようねってことなんです。正面から見て、多少自重気味って、確かにこの鼻もね、記号的なとこあるから、厳密に正面との整合性を 100% 合わせる必要もないんだけど、ちょっとこうすると、鼻ちっちゃくなって、まあ可愛いよね。俺も今ちょっと多分合わせてちょっと高めにしてるんだけど、このぐらいの方がちょっと低くなって可愛いかな。あれ、今ちょっと直したんですよ、僕の絵自体を。わかる？これ自体ちょっと引っ張られてるからね。もうちょっとこうクイーンってなんか、こういうのもあるじゃないですか、もう。行っちゃったみたいな。こういうのもあるじゃん。俺はあんま好きじゃないかな、女の子には。だからこう、白人じゃないけど、その鼻高キャラみたいなので、こういうのもいますけどね。正面の顔に迷った人は、横に行ってください。わかりますか？正面の顔、これなんだろうな、これ変だな、自分で描いてて意味わかんねえなと思ったら、横に行ってください。横向きで確認してください。で、横向き描いててなんかこれ変だなと思ったら正面行ってください。実は、アニメ、僕まあアニメ私塾って一応言ってますからね、アニメ私塾、まあアニメーション、アニメを基本としたこの講座のいいところっていうのは、立体的整合性をちゃんと取っていくってことなんですよ。そうすると、どの角度でも、まあ何でも描けるようになると。何でも描けるようになる的なやつですよね。ね。っていう、この整合性を、まあ記号だけに頼らず、まあ記号が中心でいいんですよ。さっき言ったように目とか記号でいいんですよ。記号でいいんだけど、記号だけに頼らずに、いろいろな角度を描けるようになるためのポイントとしては、正面で迷ったら横、横で迷ったら正面っていうふうに、今自分の書いてるものが何なのか必ず確認しながら行き来して書いてほしいんですよ。そうっす。こっちも狭くしまうか、むしろ。むしろこうするか。あ、こっちの方がいい。どうだ？ちょっと今合成しました。あ、なんかハマった気がするな。首の位置はちょっと変えなきゃいけないけどね。だから、多分、この人は、まあ、見ればわかるけど、これだけこう、ズームしていくと、ほら、いい感じがするんだよね。ほら。顔はうまいっすよね。雰囲気っていうか、こう、シャープな顔。うまいじゃないですか。なんだけど、全体のバランスがちょっと悪かったと思います。で、僕の、またね、この人の添削では書いてないけれど、よくね、僕、添削で赤線を引っ張ってね、こういうことやるんですよ。こうして、おうおう。こうして、こういうふうにやるのね、よくね。この線何なんですかみたいな、ツイッターで誰か言ってたけど、この線は、後頭部から見て結構、目は、端の方にあるっていうのかな。後頭部から見てかなり離れてるよねっていうことです。結構離れてるんです。みんな、
結構これでも近いんですよ。もっと離れてていいんですよ。っていうのはもうこの部分に集中してるんですよ。ほらすごい発信集中してていいんです。別にこれが結構ね、でね、幼い人ほどこれは下に集中させてください。で、キャラによってこの面積違うんですよ。で、それは僕の最速分とかにもあるけど、赤ちゃんほど目が下に来ると、おじいちゃんほど目が上に来るって解説ありましたよね。それとも同じです。で、じゃあまあこういう、例えばまあこれ何歳ぐらいのキャラなんだろう、首細いからね、まあ少女ぐらいなんでしょう、きっと少女ぐらいだとしたら、まあやっぱりどっちかというとこれがあれですよ、これで言うとこの目ですよ、これはこの目ですよ、これがだこの目、この目だよ、で耳がこれだよ、これだよ、ほら結構ここ離れてると思いません？ここ、ほらこういうふうに考えるんですよ。そうするとね、かなり耳は、まあ見え方で言うと、この頭の輪郭線ギリギリぐらいにあっていいんですよ。ここら辺ってことです。に来ちゃっていいんです、実は。要するに、頭の正中線がどこに来るのか。頭の正中線、頭の正面の正中線は、こっちに多分このように来るんでしょう。きっとこれだと。こういうことです。こうです。こう。こう。で、側面の正中線っていうのがあります。側面正中線ね。頭の真横はどこなのってことです。頭の真横はこんな感じで今度ぐるっとこっちが来るんですよ。で、そのままここにつながってこう来るわけです。ね。まあ、こっちはこのままでまあいいんじゃないですか、大体。同じで。奥の目なんです、ポイントは。まあ、本当は目が奥にもうちょっとこうね、立体感を持ってなんか奥に来るとかいろいろあるんですけど、ポイントは、この比率が変わります。奥に来ます。こっちじゃなくて。奥に入るの。で逆にこっちが狭くなったりする。これで斜めになったでしょ、ほら。ほら、わかります？この位置がずれたんですよ。ここじゃないです。ここじゃないです。なぜか。ほら、これで斜めになった感じしません？顔の向き。あ、目の向き自体が。目の向き自体が斜めになったと思いません？これ。長くて。まあ、大体ですけれど、ほぼ同じぐらいに長さを取ってますね、コメント。ほぼ同じぐらいに長さを取ってます。で、僕のはですね、これよく見ると。実は、こっちの方が長い、広い。こっち狭い。ちょっと狭いの分かります？これ、こう取ってって、頭の位置もこう取って、まあ、頭の位置取って、首の位置も取って、で肩の位置取って、まあ、こういうことです。こういうことです。ただ上の図に取ったところでいいんだけど、まあ、これちょっと極端めにちょっと極端に取ってます。分かりやすくみんなに解説するために。これだと若干姿勢悪く見えるよね。猫背っていうか、若干猫背になります。ここのカーブがきついと。そんでもって実はこういうのも言えます。わかります？要するに、こっちが広くて、こっちが狭いことになる。で、こっちが狭くて、こっちが広いっていうのが、まあ、ちょっと姿勢が悪いときとか、まあ、普通のとき。っていう差が、これで、猫背のときとか、胸張ってるときの書き分けが、この塊の説明になるわけです。で、ちょっと、強制的に立体感を、出すポイントっていうのをちょっとね、一点だけ教えます。これね、裏技です。これ前もちょっと言ったかもしれないけど、裏技です。何でもいいから S 字にしろ。
何でもいいから全部線は S 字だよ。この線がクイーッとこうカーブしちゃってるでしょ。じゃあ僕のやつ見ますよ。どうなってるか。次、あれなんか S 字っぽいぞみたいな。ほら、なんかカーブしてるの分かる？これ。こっちはただのこういう直線なんですよ。いや、曲線ね。曲線なんだけど。僕のはねじってるカーブ、あの曲線にしてんの。実は僕の絵は全部それ入れてます。企業秘密ですけど。全部入ってます。ほぼほぼ。あ、全部ではないけど、ほぼ入れてます。ちょっとこれは入れてない。本当はこうしたいんだよね、これもね。ちょっと僕これ、あえてちょっとこっちにヒュイってなんかしちゃったね。まあ本当だったらこうしてもいいんだけど。微妙に全部それを入れてんですよ。これほら。これ。これ。ほら。もう全部そうだ。まずここでこう入れてる。だからそれが、極端な S じゃなくて、必ずどちらかにそれを入れとくんですよ。例えば、わかります？これただ単に、普通だったらみんなこうしたがるでしょ、ほら。ちょっと返してんの、これ。わかる？ここで。ここでこれを入れてる。返しながらこう。だから S なんだけど、その S は単純な S じゃなくて、あるところによると、ちょっとだけ下、あとこっちとか、こっちでちょっとして、最後だけちょっとするとかね。こう、こう。わかるよね。じゃあ、ここどうすりゃいいのって言ったら、ここが、言ったように S にすりゃいいんだよ。こういうふうに。こうすることによって、両方の要素が混ざるんですよ、これで。ほら。腰とか肩とか、もう S だらけです。ほら。いつも僕が書いてその、ほら、素体でしょ？パンツ。このパンツみんな関係ないんだよね。パンツとかこの足とか関係ない。ここをこうやって S にしてんじゃん。これ S じゃん。もう全部 S だ。ここも S だ。これも S だ。全部 S でしょ、これ。ほら。なんか、おっさんみたいな。俺こんなかっこよくないけど、まあこういう下半身描けないし、みんな。これ全部 S で描いてるの、僕。見えるんです、結局は。というのは実は秘密でした。僕の。それで、ほとんど、かっこつけて描いてるだけっていう。顔の正面横斜めの描き方のポイントの解説でした。はい。皆さん、ちょっとずつでも、自分で実践してみてください。